俳優の上木隆之介30が主演を務める NHK 連続テレ小説乱漫』ま月土曜前8.00土曜は一週間ぶり返しは10日第71話が放送された話題のシーンを振りる以下ネタバレ U 朝ドラ通算108作目日本植物の父と称される牧野富太郎をモデルに江戸期から昭和の激動の時代を生き抜き 明るく、花と向き合い続けた、主人公、牧野万太郎の生を描く。脚本は NHK、流行官房、群青領域、旅屋岡、李なども手掛けた、注目の劇作家、長田育英。新木の朝ドラ出演は2007年度前期、どんどばるい、16年ぶりに作目。初主演となる。男性主人公は20年度、木、エール、久保田正隆以来3年ぶり。 第71話は、植物の付け親になるべく、誰もが認める図鑑を作り、名誉と決意した、万太郎、上木隆之介。その他、昼間は、大学で研究、夜は、大畑、奥田英人の印刷に通うことになるとスエコ、浜辺美波に伝え。スエコは了承も、万太郎の体が心配。一方、他、教授、金目は、動物学教授、三作秀吉。 山本浩二実績が出ていないことについて、嫌味追いは、苛立つばかり。その苛立ちを、講師の大久保の広木にぶつけてしまう、という展開。万太郎、本編より先に、図編に取りかかるプランをことぶき、子に示した。今坂の動物学は、海洋生物におけ、新発見が続き、臨海実験所の建設が認められ、カキやアコヤ貝の養殖も予定し、 張り切ってる。美まさかは日本初の動物学教授。兄も東京大学教授で将来の総長と目されている。田辺が一滴だったお茶の水高等女学校の校長は美まさか話が回ってきて引き受けた。聞けばあなたのの奥方はつい5月までうちの生徒だったとか。うです。我が女生徒を妻にした感想は。田辺は絵に急死、苦笑した。 会議から戻り、大久保に声を蹴られた田辺は、あれ、どうなった都学思想だよ。いつになったら、咲くんだ。小石川植物園は、伊藤圭介沖永いただろ。都学思想を非、しているかもしれん。だいたい君の落ち度だ。夏の最終旅行、日程も、最終地も、現地の案内人、君の手配だっただろ。君は、自分の責任を自覚、たまえ。 口先だけのゲスな連中ばかりだ。大久保、申し訳ありませんと頭を下げた。万太郎を、元、虫けら呼ばわりした、田辺だが、今度は大久保を激、撃。SNS 上には、最後の、ゲスな連中だは言うべきで、ない、ゲスな連中。これは、みまさかに向けた言葉な、だろう。けど、大久保かわいそう。田辺教授も、昨日、だけど、大久保さんに当たらないで。 見事なまで、責任転嫁と、八つ当たり W、安南、下水闇、割れたら、田辺教授もダークサイドに落ちる。ねえ、ああ、田辺教授の辛い側面がまた、な、の声が上がった。万太郎は久々に、大畑印刷所へ、缶作りはどうなる